売おめでとうございます。古着ミックスガールズ時代からお世話になっていて、私の学研から青柳文子の本も出していただいて、そのスタッフさんとの出会いが古着ミックスだったので、そのスタッフの人たちとその本が作れてすごい嬉しかったんですけど、それがまたそのままメルに引っ越すとなるとすごい嬉しいです。皆さんこんにちは、竹地志保です。16日に発売されたメル、皆さんも見ていただけましたか？古着ミックスからリニューアルしてメルになったということで、今まではもう十分読み応えがあったんですけど、もうよりキラキラした内容にも盛りだくさんとなってるんで、ぜひぜひチェックしてみてください。私も、中でいろいろこの春の新作とかいっぱい使って、おすすめのこの春おすすめのコーディネートとかいっぱい披露させてもらったんで、その辺を見ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、そう、笑顔。はい、どうも。ヒトさん、もうちょい角度にしとって、はい、せーの、はい、そう。高橋舞ちゃんと、田中里奈ちゃんと、私と、青柳の文子ちゃんと、あと水戸の夏目ちゃんと、5人ですね、5人でお台場の海の近くに行って撮影したんですけど、めっちゃ寒くて、まさか裏でおでんとか甘酒とか飲んでたとか。あ、めっちゃ寒かったです。寒そうな顔でみんな表紙になってますね、今月のやつ。こんにちは、水戸夏目です。2月16日発売のメルの表紙に私も載っています。あとメルでは自分の連載もやっているので、よかったら見てね。こんにちは、田中里奈です。メルリニューアルおめでとうございます。第1号に表紙で出させてもらってすごく嬉しいです。今後のメルもすごく楽しみにしてるので、よろしくお願いします。この春に着たい自分の服を着てるんですけど、そういうところにもちょっと注目していただけたらなと、おでんとか甘酒とかのことを忘れて、はい、この春一押しの衣装にも注目していただけたらなと思います。普段仲いいみんなとメルになってから第1回目の表紙をみんなと飾れて、めっちゃ嬉しかったです。アネメル企画みたいなのをやってほしいです。昔から見てくれてる人も、もうだんだん大人になってきてるので、より幅広い年齢の方に見ていただけたらなと思います。結構編集長が無茶ぶりをしてくるので、それについていけるように頑張りたいです。これからもよろしくお願いします。